まもなく夕方の帰宅ラッシュの時間を迎えます。行きを発車いたしましたのは、踊り子16号ですね、東京駅です。この踊り子号が東京駅に着きますと、折り返しは最終の湘南ライナーとして小田原に向かいます。踊り子3、16号ただいま小田原駅に停車をしております。本日も踊り子号をご利用くださいましてありがとうございました。次は横浜に停まります。またロイヤルエクスプレス号横浜駅で折り返しとなりますが、横浜駅から折り返しができるのは上り本線しかありませんので、上りの定期列車すべて副本線に入れまして、ロイヤルエクスプレスは本線を使って下り側に折り返します。実際にロイヤルエクスプレスが運行される日は、実物の横浜駅でもこのように本線をロイヤルエクスプレスのために開けて、残りの列車はすべて外側の副本線を通す運用になっています。運用を終えたロイヤルエクスプレス号が伊豆高原の車両基地に向けて改装されます。本日中に伊豆急に返さなければなりません。ご乗車ありがとうございました。踊り子16号が横浜駅に到着です。次は終点の東京に停まります。また横浜駅下り列車は1本目の湘南ライナーが通過をいたします。失礼いたしました、特急湘南が通過をいたします。湘南ライナーは運転を終了しております。東京駅9番線ご乗車ありがとうございました。踊り子号が到着です。また特急湘南号新宿駅からの発車の列車がまもなく新宿駅を発車いたします。新宿からの湘南号は、踊り子号のルートとは違いまして、横浜駅を通らず藤沢駅まで貨物線を通って運転されます。特急湘南号をご利用くださいましてありがとうございます。新宿駅に停車中の湘南号は20時ちょうど発の小田原行き、また東京駅9番線に停車中の列車は20時30分発の最後の特急湘南号小田原行きです。サフィール踊り子号をご利用いただきましてありがとうございました。終点東京に到着です。サフィール踊り子号は、この後ドアを閉めて回送列車となり、東大宮の車両センターに運転され、向かいます。最終の特急湘南号が東京駅を発車いたしました。この列車小田原駅まで営業した後に根府川駅で折り返しとなりまして、翌朝の運用に備えて小田原駅の上り線で運転終了となります。また東京駅9番線にはサンライズ号が到着いたします。東京駅9番線は21時50分発寝台特急サンライズ出雲号、出雲市行きとサンライズ瀬戸号高松行きです。
ご乗車には乗車券のほかに寝台券か指定席券が必要となります。10番線にやってまいりました。折り返しの普通小田原駅の最終列車が到着した後、9番線から寝台特急サンライズ出雲瀬戸号が発車をいたします。最終のサンライズ号が東京駅を無事に発車いたしました。次は横浜に停まります。シャワー室ご利用のお客様、ラウンジカーの横にございますシャワーカードの券売機でシャワーカードをお求めください。サンライズ号の車両、先ほどの2012年ダイヤと変わっていないかと思われるかもしれませんが、実は2本用意されておりまして、実は更新車両になっているとのことです。東京駅から小田原駅最終列車発車をいたします。また上りの最終列車東京行きがまもなく宇治佐駅に到着をいたします。まもなく小田原駅をサンライズ号が通過いたします。小田原駅をサンライズエクスプレス号が通過いたしました。この小田原駅に到着する最終列車は横浜駅に到着をしております。伊豆急行線内は間もなく運転が終了となります。伊東線も最終列車の伊東行きが間もなく終着の伊東に到着です。最終の3つぐらい前ぐらいがつながっています。熱海駅2番線ご注意ください。寝台特急サンライズ瀬戸号出雲号到着となります。最終小田原駅が藤沢駅を発車しまして、茅ヶ崎を通過し二宮駅へとやってまいります。また根府川の中線で折り返していた特急湘南号の車両ですが、翌朝も特急湘南号になりますので、ここから小田原駅の5番線に向かいます。小田原駅まもなく最終列車が到着となります。本日も東海道線ご利用くださいましてありがとうございました。本日小田原駅から発車の列車はすべて終了しております。お降りになりましたら改札口へお進みください。最終列車が無事に小田原駅に到着をいたしました。これをもちまして運転フェスタ1日目の運転はすべて終了となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。本日の運転プログラムはすべて終了となります。エレベーター大変混み合いますのでお時間を空けてお降りください。